こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。で、桜もちょっと散り始めてるな。そう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 。昨日さ、もう東京に住んで私何年だ？もう二十何年なんだけど、うん、初めて千鳥ヶ淵の桜見に行ったよ。ああ、綺麗。有名だからこれな。本当綺麗だった。びっくりした。あ、そう。人でも多かった。多かった。やっぱね、外人さんが多かった。ああ、そうか。やっぱりでもなんか日本っぽい感じなんだろうね。すごいたくさん観光客が来てて、でまあなんとなく場所的なイメージかな。ちょっと日本人の女性でちょっとご年配の方が多いような、あの熟女マダムたちがいっぱいこう写真パチパチ撮ってるとかさ、そんな感じだったな。特に今はな、あのあれインスタでな、いい写真撮ってあげるっていうのはね、それはまあそういう場所探せみんなな。そうね、すごい、でね、鳥がいっぱい木の上に、桜の木だよ、来て、ハチドリなのか何なのかよく分かんないんだけどさ、でこう桜の花びら 花をさ、ツツツとついばんでさ、一瞬口にくわえたりするんだよ。ああ、そう。でもさ、私なんかさ、とろいからさ、とろうと思っても取れないんです。でも狙う人は狙ってんだよ。ああ、そりゃそうだね。でさ、キホがさ、このカメラをさ、ちょっとあの私の甥っ子ね、あのカメラ関係のところで販売の仕事しててさ、いいカメラを持ってたもんだからさ、借りて使ってたわけ。やっぱいい写真が撮れるのよ。あの、もちろんあのキホやキエもそうだけども、iPhoneでも結構いい写真撮ってるんだけども、カメラが違う回も待たれてさ、でなんかムクムクとさ、カメラが欲しいって言い出してさ。あ、そう。で、実はそれはね、あのこの前純ちゃんの、純ちゃんの写真展行った時に、もう純ちゃんが丁寧にさ、全部の写真説明してくれて、ちょっとね、あのお話してくれたわけ、カメラのことを。でそれでちょっと興味を持ってさ、でなんかね、でもうすかさずこう純ちゃんにさ、メッセージ送ってさ、カメラ欲しいけどどんなカメラがいい、とか言って。そうだよな、だから写真もさ、撮りっぱなしじゃさ、だからきちんと整理したりとかしなきゃいけないんだよな。で、純ちゃんの写真の時にはさ、まあ、もうたくさんある中から純ちゃんがセレクトして、の展示してあったんだけれども、なんだろう、なんつったらいいのかな、私はさ、純ちゃんも、金丸さんもそうだけどもさ、みんなカメラ上手な人でさ、スーさんもそうだよね、いつもこう首からさ、大きなカメラぶら下げて、望遠レンズっていうのかな、そういうのを使ってるから、純ちゃんのあの写真展にあった写真っていうのは、そういうカメラで撮ってると思ったんだよ。だから上手だと思うし綺麗だと思ったんだけども、違うっていうわけよ。ああ、そう。もう3万円台の普通のデジカメだっていうの。ああ、なるほどね、今はねすごいからね。でもそれでもこんな写真撮れるんだよ、こんな風にしたらこんなお月様も撮れるんだよってことを純ちゃんが教えてくれたもんだから、やっぱり興味を持つわけよ。普通カメラ売り場なんかも素通りするし、別にね、なんか例えば高砂さんの写真展って言っても高砂さんだからね、こんな素晴らしいの撮れるってやっぱ思うじゃん、プロが撮ってるわけだから。純ちゃんの時にそういったさ、わずかそんな、まあ、数万円のさ、デジカメでこんなのが撮れるったら、もしかしたら自分にもできるんじゃないかと思うじゃん。で、やっぱり興味が広がったっていうか。ああ、そう、うん。まあね、これからいつもあちこち行くから。ね。まあ持ち歩いてもいいやない。いや、なんか面白かった。で、ちょうどほら、千鳥ヶ淵をずっと桜を撮って、あのカメラが好きだから、つって、うちの甥っ子がそのカメラ博物館。一緒に行ったんだけども、これまた面白かった。なんか昔さ、おじいちゃんとかさ、自分の父親が若かりし頃下げてたさ、カメラってあるじゃん、分厚いさ、独特のあの、なんだろう、重厚感があるような、ああいうのがいっぱい展示してあってさ、懐かしかった。見たことある、こんな感じみたいな。ああ、そうだよな、昔は難しかったよ、撮るのな。なのかな、あれ合わせてさ、なんだっけ、シャッタースピードとかさ、露出とかさ、そんなのこう自動じゃないからね。でもなんかフラッシュもさ、こんなあるじゃん、この銀色の傘みたいな、なんかこんな、そうだね、あんなのがバッとあってさ、で電球がこう映したとこうグニャッとなんか中がさ、そうだよな、あんなの子供心に面白いなと思って見てたら、なんかそういう記憶が瞬時にふわっと。そうだよな、だからさ、昔はその要するに一枚にさ、やっぱりこう大事な一枚が、なあ、まあ、あのフィルムシャフィルムだって結構あれ、バシャバシャバシャ撮ったらすぐなくなって、そうだね、現像代も高いんだから、現像代もな、今はもうとにかくなあ、いくらでも撮れるいくらでも撮れるっていうあれだからさ、やっぱり一枚の重みというのが、ね、
どんどんこう軽くなってるっていうかさ。かもしれないね。うん、だってパッと見たらパッと撮ってるわけでしょ。うんうん。ね。うん、で何枚もバシャバシャっと撮ってさ。うん。で後で見てこうね、うん、まあ捨てたり、あるいはそのままにしたりするけれど。うん、だってあの一つのね、SD カードっていっぱい入るわけだから。そうだよね。ああ。いろいろ展示してあってさ、うん、面白かったのそれこそ日本で初めて、うん、携帯電話にあの写真が撮れる機能が そう、うん、あれがあの携帯電話が飾ってあったりとか今当たり前に全部にさ写真の機能ってあるじゃん、うん、あんたのガラケーにもついてるでしょ写真もちろんついてる、うんうん、でもあれの始まりがあったわけだよあそりゃそうだよな、うん、そんなのがあったりとか、うん、あのほら映るんですって今映るんですのコマーシャルってないか昔お正月にさ、あるな。あの、キキキリンさんとさ、あったよね。あの映るんですの変遷、初期の頃から、例えば、なんだっけ、あのフラッシュ付きだったりとか、潜れる水中だったりとかさ、あんなのがずっと並べてあったりとか。そうだね。なんか時代をこう切り取ってる部分、まあ、あの私の見方はさ、ほら、わかんないじゃん。あのライカがどうのとか、なんとかがどうのってもわかんないから、そういう時代を切り取るところでこう見ていたから、うん、なんかすごい面白かった。そう、だから結構さ、うん、まあ、あの、ある本当にマニアしか持ってなかったものが、だん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 庶民のね、持ち物になっていくわけだよね。うん、で、誰もが一つちっちゃいのコンポートカメラ持つようになったりさ、あれ、うんうん、なあ、バカチョンカメラっつって言い方してたけどさ。そうだね。なあ、うん、そういうので撮ってみたりさ。うん。まあ、どんどんカメラも変わってるわな。うん。うん、あの、映るんですが、ずっと歴代があったのもすごかったし、うん、あと、スパイが使うカメラみたいな、うん、指輪型。それコナン君の世界よ。指輪型だったりとか、シャープペン型だったりとか、そう杖だったりとかさ、うん、そんなのに仕込んであるカメラ。あれ面白かったね。いろんなものがあるんだな。でも多分さそれを思うにはさあの、まあ、技術の進歩、うん、だよね、うん、の多分カメラというものが多分日本人はさそれこそ昔のなんだろう、うん、あの向こうに行った時に、うん、アメリカにとか外国に行った時に初めてカメラっていうものを見てさ、うん、後で坂本龍馬の写真あれもなんか違うとかっていう説もあるけどさ飾ってあるじゃん、うんうん、あとほら今セゴドンでやってるさ斉藤なんか成明様うん、の写真があった。日本人が初めて日本人を撮った写真とか。うん、ああ、なるほどね。うん、あそんな飾ってあったの飾ってあった。ああ、そう。うん、そう。それあの、ああいう、何になってたっけな、なんとかカメラって言うんだけど。質番か。そうそうそう。な、あれを、うん、ほら、誰あなたの友達が。な、エベット・ブラウンな。うん、なってるけど、時間かけて。あれもいい写真になるよな。うん。うん、だからやっぱり、その深みが出るよね、ああいう、こう。うんやっぱり一枚の思いがこもってるとな、うんうん、だから昨日もそんな面白い話題になったのはさ私ですらね、うん、あの携帯 の、うん、のあ iPhone だけどさ、うん、写真のとこすごい写真量があってさ、うん、もう入りませんみたいな、うん、例えば子供の今度卒業式とかがあったからさ、うん、あの基本の卒業式とか基本の卒業式ちょっと、うん、あのムービーで撮ったりするとさ、うん、容量がすぐいっぱいになるわけ、うん、だからまあ、今度はね、純ちゃんにその整理術も勉強してこようと思うんだけどさ、うん、あれをちゃんときちんと整理してさ、うん、何かの時には、こっから一枚、こっから一枚ってこう、うん、多分純ちゃんはこうセレクトしたあの写真展をさ、作り上げたんだなと思ったら、なんか面白かった。うん、やっぱりそれは豆じゃないとね。できないことだね。うん。うん、取りっぱなしだから、普通は、うんうん。だから何かでか成功する人ってさ、その写真家でも、まあ、あなたもその執筆とかもそうだけどさ、うん、何かでこう成功するだけのものを残せる人って、うん、やっぱりなんだかんだいいながら常人には考えられない努力をしてんだなと思った。そうなんかな、うん、やっぱり物の見方とかな、うん、だからカメラだってやっぱり普通に撮ってるんじゃなくて、うん、なちょっと視点が変わったりさ、うんね、するわけじゃん。でやっぱり興味の対象やろね、うん、だから高砂さんなんかも世界中歩いて、うんまあ、一人でね、まあ、クランジャングルの中でずっと一晩中撮るとかさ、うんうん、ほらタケちゃんとかさ、うん、あのみんなにさあの説明してくれた時にさこうみんながね見に行けないところに、うんね、僕は行くチャンスがあるからそこを行ってみんなさんにご紹介するんだなんて、うんね、高砂さんおっしゃってくださったけどそうそうだこれからどんどんこうカメラの質が良くなるからさ、うんうん、そういった何を撮るかっていうのがね、うん、重大になってくるね、うん、本当に何を撮りたいかっていうかさ、うんうん、あの興味としてね報道に行く人もいるわけで報道カメラマンとしてさ最前線に行ってさそうもう命を、うん、と向き合いながらさ撮ってる人もいるよね何を伝えたいかでさ、うんね、そのやっぱり上手に撮れました綺麗でしょっていう世界はさ、うんうん、やっぱりもうある程度のレベルまでみんなやってしまうからね、うんうんうん、それを超えたところでメッセージ性っていうのを持たせないとね、う
まあその仕事していくにはよ、うんうんうん、必要だってこともな、うん、でも逆にただインスタ映えってことでさ、なんだろう、大量消費のさ、うん、大量なんとかね、うん、アイスクリーム取って、うん、アイス食べないで捨てるみたいなさ、うん、あのちょっと言われた時あったけど、うん、そうじゃなくてやっぱりこうその一瞬一瞬をさ、そうそうそう、こう一期一会だよね、まさしくね、そういうことよ、だからやっぱり写真であえてバタバタバシャバシャ撮れるっていうのもやっぱりなんか今時間を無駄にして、なんかいつ前か日が経ってくる、撮ったことで満足してしまうみたいな、ね、似てるよね、うん、なんか良し悪しだから、うん、そうそうそう、なんかそんなのをねちょっと感じた、いい一日だったな、そうだね、うん、桜から始まって、はい、面白かったです、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。